喋りましょうか。終わりましたか。まだ悩んどるようなんで喋りましょうか。私たちは広島市と言ってもだいぶちょっと山の中なんですが、沼田町というところからやってまいりました。今でこそ広島高速4号線というのが西区の方から伸びておりまして、少し時間的には近くなったような気もいたしますが、雪深い、今はもう雪降ってないですが、今年雪多いかったですね、かなりね。雪深い沼田町から、夫婦ユニットでございます、今のところ。今から先はようからんけど、二人とも再婚同士なんで、いろんなことを経てこの場に今こうして座っていることが奇跡のようでございますが、今日は少しでも何か笑えたり、心にね、私たちがいっぱい今今までたくさん聞いてきて、私たちが最後なんですけど、なんかちょっと泣いたりした曲もあったんで、意外にも今日のライブでさあどこだってでしょう。そうなので最後にね、たくさんいい波動をいただいたので、この波動のまま歌わせていただこうかなと思います。多分今日は、何曲か揃えてきましたけど、全部オリジナル曲でございます。最初の曲はそばにいて、おたみ作でございます。
あまり言いませんが、エロい曲でございます。いろんなことを想像して歌ってます。ダメだ、今日は健全に行こうと思ったんですが。すみません、まあね、こういう明るい場所なんで、あのおたぶっていうのは、あの表おたぶと裏おたぶがあるんですけど。裏しか知りません。広島ミュージックジャムリーでは比較的表なんです。ね、あの人間らしいのが好きです。さっきあの D さんにも、まあ、あの今日あの YouTube に流すなんかあの、ね、あれ、はい、画像を撮ってるんですけど、あの P とか入れなくていいですかとか言ったんですけど、僕だけモザイクかけると言われました。大丈夫と思います。いや健全です。心を込めて歌ってます。では次の曲ですけど、花になれという、まあ、あのちょっとした応援歌なんですけど、聴いてください。誰もが理想
私たちは一緒にオタブで作詞作曲をして作った曲がまだ 2,3 曲ぐらいしかなくてですね、今の最初のそばにいては、私も一人で弾き語りを今12年目なんですがずっとしておりまして、一緒にやりだしたのがここ 5,6 年というところでございます。で、一人ずつでもバラ売りもできるという最近ちょっとなかなか体力的な面でバラ売りが難しいんですけど、一緒だと荷物持ってもらえるっていうのがあるんで、そうですね、オタミで最初の曲は作った曲で、今の花になれはヤブさんが一人で歌っていた曲を一緒に今やっております。今日は本当にいい天気になりまして、時間的にも皆さんちょうど眠たい頃だと、お酒も入ってですね、それに拍車をかけるようにスイートシェルさんの心地よい音楽で、僕らが眠たいんですけどね、もうちょっとですんで作って歌い出した時から始めたのが38歳だったので今年50になります。それで楽譜を見ないでできないです申し訳ない。ヤウさんは去年一昨年ぐらいから何に感化されたのか、今日も出演された西村さんが楽譜なんか見たら終わりじゃろうって一言じゃったかなんかわからんですが見なくなりました。それがそうなんかもしれんけどごめんなさいね、私は見ますコードがね入らないんです。歌詞は入ってるんですけどどうもいけんですね。まあそんなこんなで次の曲は次の曲を最後にするかせんかっていうのを迷いましたがランダムにしときます。ハッピーバースデーという曲で、おとどし2人で作った曲です。で最初私の友達のシングルマザーの友達にのプレゼントで作った曲なんですが、最近このシングルマザー、うちの娘もシングルマザーで、この間ですね、3歳になった孫が一緒に住んでます。ヤブさんの孫ではありません私の孫ですで、その孫が昨日おととい昨日おととい、お釈迦様の誕生日4月8日ですかねがちょうど3歳1ヶ月の日だったんですが、やっと大きい方をトイレでできるようになりまして、ものすごく嬉しかったですね。こういうことで嬉しいって感動できることがね、幸せだと感じる一瞬でした、ね、その後失敗もなくやっているので2日間はこのままおしめ代も助かるので行くといいかなと思ってます。それではハッピーバースデーです。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、大好きな君に、明日からも素敵な幸せが届きますように。
て送りたい。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、大好きな君に、明日からも素敵な笑顔が届きますように。ずっと最新のオリジナル曲ですと言い続けて、スケジュール歌ってきたんですけど、ついに、言うことがなくなりまして、ね、2年ぶりに新曲ができました。できました。広島この、HMJ 広島ミュージックジャンブリーのおかげです。イメージソングを募集してたんですよね。で、それに応募しまして、見事落選しましたけど、まあでも自分たちではすごい気に入ってる曲なんで満足ですと、最後に一応最後に最新のオリジナル曲をお届けしようと思います。今日は初披露ですね。そうなんです。YouTube には流してるんですけど、最初これデモテがもう間に合わなくて、作詞は広島ミュージックジャムリーの仲間の春樹さんの原詞っていうのが言葉がありまして、それを膨らませてですね、了承を得て、そして曲を作りましたが、最初デモテを作るのに間に合わなくて、夜中の12時1時に布団をかぶって2人でレコーディングしたという経緯のある曲でございます。小さな力でも出かけよう。さっき気にしてた。
行動の一昨日島村に買いに行きました。さて何をしましょうかと、ここが酒蔵ということなんです。ちょっとしっぽり系でですね、震災のことも心に、歌ってる時ずっと思いますね。今の歌もそうですね。次の歌も実はこれ別れの曲なのでございます。小さな子供を置いて亡くなったお父さんとかを思って歌った曲を、つくばねトリオさんというミュージシャン仲間が作りまして、オタブは結成当時7年前からですね、7年前までオタブではなかったです。オタミのサポートヤブでございましたが、ギターサポートのその最初のステージからこれをずっと歌っております。月のしるべという曲をお届けして今日の、酒蔵ライブを終わりにしたいと思います。Thank you.